ユタロイヤルズ FC はアメリカ・ユタ州の州都ソルトレイクシティの郊外に位置するサンディはホームタウンとする NWSL に所属する女子のプロサッカークラブ2017年12月1日に創設され2018年に最初のシーズンを開始した MLS のレアルソルトレイクの系列チーム二千十七年十一月十六日 MLS に所属するレアルソルトレイクは 女子のプロリーグ NWSL のチームを所有する権利を獲得したと発表した。同年11月20日、NWSL の FC カンザスシティは活動を停止し、所属する選手やドラフトの権利は、レアルソルトレークが設立する新チームに引き継がれると発表した。2017年8月時点で、ユタ州における NCWA 一部に所属する女子チームの数は、 男子チームの数を上回っており、また、ユタ州の高校に所属する女子選手が NCWA 一部の大学に進学する率は全米で最も高いという調査結果や、NCWA 一部の観客数は NCWA 内で同地域が最も多いなどのデータがあり、女子サッカーへの関心が高い地域だというのが女子チーム創設の根拠の一つだった。 2017年11月27日、初代監督に前シアトルレイン FC 監督のローラ・ハービーが就任すると発表した。2017年12月1日、女子チーム創設宣言から15日後、正式にチームが発足し、チーム名やチームロゴなどが発表された。ホームグラウンドはリオティントスタジアムに決定した。この発表から1ヶ月で2000枚以上のチケットが、 販売された。2018年4月までにシーズンチケットホルダーの保有者の数が5000人増加した。2018年3月24日にオーランドで行われた開幕戦のオーランドプライドとの試合で前半3分にグンヒルドゥル・イルサヨーンズ・ドティルがチームにとって最初のゴールを記録した。試合は最終的に1から1で引き分けた。 リオティントスタジアムリオティントスタジアムは、ユタ州、サンディの郊外に位置しており、男子チームのレアルソルトレークのホームスタジアムである。2008年10月に開場した、サッカー専用スタジアム。ピッチは、天然芝で、ピッチサイズは1 2 7 5ヤード。席数は2213。ありがとうございます。